やっぱり来よったか。貴様、もう一人の連れはどうした？高屋なら先へ行ってもろた。あの人はわしなんかより何もも上まで行けるお人や。それよりこないな場所まで来よるとは、本気でニュクスと張り合う気らしいな。あなたたち、どうしてニュクスのことを？死んだいくつきがいろんな場所に残しとった記憶を集めさせてもろただけや。もっとも妄想が混じっとって、なんやわからんところもあったけどな。いくつきを知ってたってこと？お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで、ほんま。まあわしらかて名前知っとるっちゅう程度や。あいつはわしらを作った研究員の一人やさかな。お前たちを作っただと？あなたたち本当は一体何者なの？そないなことしたかてもうしまいやろ。お前の相手をしてる時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへんけど、高屋の邪魔する言うんやったら許しておかれへん。あんた自分の言ってる意味分かってる？ニュクスを止められなきゃ今日で全部の命が滅びんのよ。だからこそや、どの道わしらは長く生きられへん。ならその前に見たらなあかんや。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。そんな。さて、喋っとってもしゃあないやろ。本気で相手したる。来いや。どう転んだかて、これでしまいや。気張っていくで。だけど今度ばかりは負けられんのや。負けない。高屋ほどやないが、わしかで進歩しとる。お前らの弱点覗かしてもらうで。絶対に倒さんからな。これでどうや。本番やで。敵総崩れです。一気に一撃必中。とどめ刺さんでええんか。高屋のためやったらわしはどんなことかてするで。なぜあんな奴にそこまで肩入れする？お前らには分かれへんやろ。ほんまの暗闇の中で高屋はわしに光をくれたんや。何年前やろな。影時間への適性っちゅんがまだよう分かっとらんかった頃や。ペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキが霧城の手で集められた。このタルタロスの中を探らすためや。何？けど実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒とは違う。制御に問題が出る。けったいな薬飲んどらんと最悪自分自身のペルソナにやられてまう。はじめ100人もおったガキが実験凍結までの半年でたったの3人や。そんな。じゃあその3人が。お前たちも霧城に運命をもてあそばれた被害者なのか。高屋はわしをその闇から連れ出して教えてくれたんや。過去にとらわれず、未来を望まず、今この瞬間だけを生きる。霧城のことなんかは正直もうどうでもええ。けど高屋の望みだけは叶ってもらわな。あんた。長居しすぎたか。もう話を聞いている時間はない。上へ抜けるぞ。あ、でもこいつまだ。アホが。哀れになんぞ、おけん。
迷うな。ニュクスを倒し損ねたら全てが無意味になる。わかりました。チクショー、行くぞアイギス。アホズラ下げてゾロゾロ来よったお前らなんぞに食われてみっともない姿さらせるか。信じとるで高谷、望みかなうてな。あんたにもろた自由最後まで貫いたる。おい、今のまさかあいつ。振り向くな。行くぞ。その先が頂上か。そうです。なら通らせてもらう。私は立ちふさがっているわけではありません。陣を退けたのですね。困った方たちだ。時この後に及んでまだあと何を欲して戦うのです。間もなく世界は終わろうというのに。残念だったな。終わらないさ。俺たちが止めてみせる。無駄なことはおよしなさい。それよりも最高の祝祭を雑念なく待とうではありませんか。あなた方と共にというのも存外悪くない。鬱陶しいっての。そんなのダメに決まってんでしょ。私は気づいた時には未来を奪われ望まぬ力を負わされていました。しかし故に知ったのです。未来などという無形のものを思うことは妄想に過ぎぬ。今という刹那に最高の輝きを求め、それを重ねることで魂は満たされるのです。だから私たちは求めた。今を最も輝かせる最大の祝祭をね。わけわかんねえことグダグダ言ってんじゃねえ。てめえのそんな個人的な盛り上がりに付き合って死んでられっか。個人的なものではありません。ご存知でしょう。私の言葉には多くの賛同が集まっている。それはニュクスの目覚めが近いせいでおかしな事件なんかが増えてるから。それは順序が逆ですよ。考えてごらんなさい。ニュクスを復活させたのは誰ですか。誰か一人が成したのですか。正反対の目的のために立ったあなた方でさえ無意識に加担してしまっていた。そう、これは相違なのです。人は生に意味を見出せないと死を受容できない。なのに世界はそうした意味をすでに失っている。そのことにもう誰もが気づいているのです。ニュクスはそんな閉塞感に満ち満ちた今という時代に望まれて訪れたのですよ。そんなの あるわけない。人が自分でニュクスを欲しがったなんて。だけど
確かにそうかもしれない。アイリス、目的を探さない穏やかな生、穏やかな死、苦しまずに生きようとすること、それが間違いかどうかなんて私には分かりません。でも私はそれじゃ嫌だから、何かのため、誰かのための私でいたいから、だからここまで来たんです。それが私の生きるだから。私たちは一人じゃない。個人の不可能も仲間たちが変えてくれる。お前にはそれがない。だから滅びなんかが救いに思えるんだ。絆より孤独を選んだお前の、それが限界だ。まったく、実に滑稽だ。死ぬと分かった戦いに自ら急ぐ者たちが滅びを否定とはね。いいでしょう、そちらが生き方を主張するなら私もそうするまで。どのみちあなた方の行いはトローだ。もうニュクスの訪れは目の前なのですから。焦らずともすでに祝福の時は約束されている。それがほんの少し早いか遅いかの違いだけです。気をつけてください。以前よりずっと危険な力を感じます。明るくなったらいつでも止めてくださいね。予想外の展開です。ペルソナ、時はもう待ちか。今この時も私は感じている絶対なる終焉。この幸福を理解できないあなた方が哀れです。ペルソナ、決して抗えぬ運命だという、それすら理解できないほど愚かでもないでしょう。決して相入れないのですね。これほどの力、死を目前にしてどうして湧き上がるというのか。ペルソナ、敗れたのですね、私は。動けない私にもうできることはない。さあ殺しなさい。怖いですか？不思議なことを聞きますね。あなたは死を知らぬものなら死を怖いものだと思っているでしょうね。それはどういう意味ですか？知らないからこそ恐れるのです。私は十分生きた。これ以上言い残すことなどありません。
動けない者の命を奪ってどうなる。望みの者がやってくるかどうか、そこで待っている。お前なんてやったってしゃあねえしな。そこで悔い改めてな。変わった人たちだ。ついにここまで来たな。おそらくこの先がこの巨大なタルタラスの頂上、領事の言い残した約束の場所だ。決戦に向けて編成を改めよう。なるほどな。これがお前の役割ってわけか。だが決めたことに後悔はない。相手が何だろうが必ず倒してやる。そうか。なら君たちはもう理解できているということ。人にとって最も恐ろしいもの、最も目を背けたいと感じるもの、この僕が一体何なのか。分かってるさ、そんなの。ああ、誰でも知ってる。全ての命に約束されてるものだ。なら分かるだろう。抗うなんて本当は無駄なことだ。それでも来るのかい。君たちだと怖いはずだ。ああ、怖えよ。決まってんだろ。でもな、言ってたってしょうがねえ。俺は生きなきゃなんねえんだよ。もう逃げるのは嫌。生きるっていうのは命の終わりから目をそらさないこと。たとえあんたの前でも絶対後ろは振り向かない。この身に変えても止めてみせます。私は自分自身でそう決めたから。そうか。おいで。皆さん準備を。ニュクスが来ます。さらに仮想からも多数のシャドウ反応あり。待機メンバーでシャドウの迎撃に当たれ。ついに最後の戦いだ。死んでも勝つ。必ず勝ちましょう。私たちならきっとできます。家の実を食べた人間はその瞬間より旅人となった。カードが示す旅路をたどり、未来に淡い希望を託して。そう、とあるアルカナがこう示した。強い意志と努力こそが唯一夢をつかむ可能性である。
それに耳を傾けるイディオ。A7。Thank you.
ある花は示した。何もかもなかしたゆえに正しき答えを導かねばならぬことを。
絶対の終わりだということを、いかなる者の行き着く先も絶対の死だということを。
そのものがニュクスだったのか。間もなく落ちてきます。この場所へ。
あれ？俺、確か。おい、なんだありゃ。なんだあの、グロい塔みてえなの。つうか、月、月！だんだん近づいてきてね。落ちてきてねえか。すごい、月が。すげえ、すげえよ。本当に来たんだ。世界の終わりが本当に来やがったんだ。化け物だ！逃げろ！終わりだ！世界の終わりだ！これは夢だ。目が覚めればきっと。落ち着かなきゃ。そうだ、あの時だって風花が助けてくれたんだ。自分で言ったんだから。離れてても繋がってるって。私わかるよ。風花今絶対頑張ってるよね。信じられないくらいめちゃくちゃ怖いけどさ。でも諦めちゃダメだよね。絶対。そうでしょ風花。まさかこんなことが起きようとは。お前、うるせえ、死に損ないが。死はもう避けられない。見てわかるでしょう。今さらどうすると言うんです。諦めない、絶対。なぜ今さら立ち上がってどうなる。もうよせ。だからって諦められっかよ。決めてきたんだから、命かけるって。ご心配には及びません。ここはあの世ではない。あなたはまだ生きていらっしゃる。覚えておいでですかな。以前私は申し上げました。気づいたコミュニティの力こそあなたを真に変えることのできる力だと。聞こえますかな。あまたの声が。一つ一つはごく小さな力、しかし確かにあなたへと向けられている。届いておりますかな。目を閉じ耳を澄ましなさい。
かすかですが感じるでしょう。感じるでしょう。これらはすべて絆を胸にあなたの力にならんとする願いの声。それぞれはかすかな力でも、その集まりがあなたに大きな変化をもたらすのです。さあ今こそ絆の力の進化をお目にかける時です。よもやそのカードをこの目で見る日が来ようとは、これは本当に驚くべきことです。これは私にとってもあなたにとっても最後の力、すべての始まりの力であり、そしてすべてを終える力でもあります。これを得た今のあなたなら可能かもしれません。決して勝ち得ぬ絶対のものから彼らを救うことがね。あなたが手にしたのはユニバースの力、文字通りの宇宙。もはや何事の実現もあなたにとっては奇跡ではない。まもなく最上階でございます。デスを宿したのが運命なら、ワイルドの力を得たのもまた運命。あなたは自身の運命を受け入れなくてはなりません。契約はついに果たされました。私の役目はこれで終わりです。あなたは最高の客人だった。一人で行こうってのか。行かないで。そんな、どうして。くそ、なんでだ。なんで俺たちは立てねえ。待ってよ、ここまで来て何をする。うわっ、ちくしょう。待てって言ってんでしょ。Thank you.
力が生み出したのか。山岸、アイサ無事か。戦いはどうなった。光に包まれた時全部消えてしまって、もう何の反応も。まさかこの力と引き換えに。何言ってんだよ、そんなはずで。ちゃんと探せよ、あいつだけなんて。そんな嘘だろう。どいつもこいつも。私たちも命を懸ける覚悟で、いや、捨てる覚悟でここまで来たというのに。なぜ私はこんなにも無力なの。大事な人を守れないの。私、そのためにここまで来たのに。いるんでしょ、分かってんだから。あなたがいなくなったなんて絶対信じない。返事してよ。聞こえてるんでしょ。私たちはここです。声を聞かせて、お願い。心配ないよ。その声、この宇宙で僕は再び眠りへと帰る。今度こそ本当の日常が戻ってくるよ。君たちに、彼女がね、彼女が命の答えにたどり着いたんだ。ただそれが君たちより一足早かった。それだけのことさ。命の答え。アイリス、君だっていつかたどり着く。君はもうかけがえのない命なんだ。誰にとってもね。あとは君自身が気づくだけでいい。絆の力が君をどう変えたのかってことに。絆の力が。間もなく影時間がこの世界から消える。誰もが本当の意味でこの時間の外へ出る。君たちの命の暦はまだ続いていく。おめでとう。奇跡は果たされた。またいつか会おう。
ここは…タルタロスの入り口前…私らいつの間に…って…見て！おいあれ！タルタロスが…崩れて…空に消えていく。これでようやく本当に元通りの学校に終わったな。あれは帰ってきた。よかった。おせんだよ、引っ張りすぎだよお前。遅刻とか本当もう会えないのかもってちょっとだけ怖かったじゃないですか。まったく、こんなことで泣くやつがあるか。佐久間さんだってこれでやっと揃ったな。あれ、私どうしよう、止まらない。おかしいですね。